どうもチャブリンチャンネルの絵を描いてる方です。今日は、前回、一番最初にメッシを描いたんですけども、そのメッシの永遠のライバルであるクリスティアーノ・ロナウドを描いていきたいと思います。でクリスティアーノ・ロナウドについて、自分が思うことをいろいろ語りながら、描けたらなと思ってます。クリスティアーノ・ロナウドは前回1枚単発でストーリーとしてはサイトだったりに上げてるんですけど、改めてこう動画を描きながら動画を回しながら描くのが初めてなので、ちょっと改めてトークしながら描けたらなっていうふうに思ってます。クリスティアーノ・ロナウドを一番最初に僕が知ったのはちょうど大学、あれは2回生ぐらいの年ですかね。まだマンチェスターユナイテッド、赤いユニフォームの CR7 の時にルーニーと一緒に、チームで頑張って活躍されてて、であトヨタのワールドカップなのかな、クラブ FIFA かなんかクラブのワールドカップがあった時にクリスティアーノ・ロナウドが日本に来たタイミングがあって、その時も自分陸上部やったんですけど、すごいクリスティアーノ人気がすごくて、もうみんなクリスティアーノって言って騒ぎ立ててましたね。でなんかメッシの動画でもなんかお話ししたんですけど、メッシも確かそのクラブワールドカップでバルセロナかなんかの時に来てて、それと全く同じ大会だったと思います。あんまりすみません、サッカー詳しくないんで何ともあれなんですけど、確か冬だったかな。でなんか友達がそのクラブ、友達のお母さんがクラブワールドカップを見に行って、でクリスティアーノの試合を見に行って、そのお土産でユニフォームを買ってきてもらって、今でも実家にあると思うんですけど、そのでみんなクリスティアーノが好きだから、友達4人か5人ぐらいで確かサッカーしてたんですけど、みんなクリスティアーノ・ロナウド着るっていう謎のあと謎の無回転シュートだけずっと練習するっていう謎のブームがありましたね。でまあ見た目のルックスも素晴らしいですし、なんかね自宅公開してたりとか、いろんななんか動画をこうむさぼるようにその時 YouTube 見てましたけど、あれはその時からまあ YouTube あったんですよね。すごいですよね。それでなんかこう全然ポルトガル語で分かんないんですけど、とりあえずでっかいお家でなんかプールもあって、車もなんか何台もスーパーカー止められる駐車場みたいなものがあって、でなんかねテニスボールかゴルフボールかなんかでもずっと上手い人ってリフティングできるんですよね。あれすごいですよね。多分ちょっと上手い人だったらできんのかな、わからないんですけど、すごいなって思いました。あの時これがプロなんだっていう、そのどこでプロを感じてるんだっていう話なんですけど、すごい思いましたね。でまあそっからもうずっとね活躍されてて、確かそっからレアルマドリード行かれたんですかね。確かそうだった。今どこだっけ、ちょっと分からないんですけど、紺色のユニフォームのとこ確か行ってますよね。でレアルマドリードでずっと活躍されてて、なんかジャンプってなんかゴールしたら飛ぶパフォーマンスみたいなのも生まれてきて、すごい面白いなっていうのがあって、なんかなのにあれですよね、メッシと同じ時代に生まれてしまったからか、ずっとメッシとライバル関係で切磋琢磨されながらしてるなっていう風に思ってて、なんかサッカー詳しい人からしたらどっちがすごいのかなって思っちゃうんですけど、自分も単純なんで、なんか筋肉ムキムキで身長高くて、クリスティアーノ垂直跳び多分1メートル以上飛んでるじゃないですか、あれ写真見ると。なので結構そういう身体能力高いからクリスティアーノの方がすごいのかなって思いがちなんですけど、メッシの方がやっぱりサッカーだけとしてはすごいんですかね。クリスティアーノだったらなんか他のスポーツとかでももしかしたら通用したのかなっていうふうに思うんですけど、骨格的に。でもやっぱりそのサッカーだけっていうふうにくくるとメッシの方がすごいんですかね。ちょっとバロンドールもメッシの動画同様、ちょっとどういう風な基準で選ばれてるのかっていうのもわからないんですけど、なんかそれ
にちょっと二大巨匠にこう霞んでネイマールもいますけどね、まあ、次の世代なのかなわからないんですけど、結構怪我してるイメージがあって結構ネイマールさんは強いですよね。なんかワールドカップでも確か背骨かなんか折れてましたよね、うん、それで結構だそういう意味で考えてもやっぱ怪我は少なかったりするクリスチアーノとかって結構すごいのかなって思うんですけど、確かバロンドールはメッシの方が多いんですよね。なんかまたあの全然もしコメントとかいただけるようでしたら、まあ、誰が見てくださるかわからないんですけど、あのクリスチアーノの凄さとメッシの姿をちょっとなんか簡潔に教えていただけたら、あのすごい普通の一般的なファンとしては嬉しいですね。なんかルックスとかも含めてなんかクリスチアーノの方がなんかすごいなって思うんですけど、なんだろう、努力と素質に素質がすごい備わったクリスチアーノと天才のメッシっていう感じなんですかね、うん、サッカーに愛された子のメッシとサッカーをこよなく愛し続けた男クリスチアーノ・ロナウドみたいな、そういう感じなんでしょうか。ちょっとうまく表現できてるかわからないんですけど、そんな感じなのかなってなんか見てて思いました。やっぱりなんかそこまでいっぱいやっていくと結構日本人の骨格って最近ではだいぶいろんなスポーツとかでもかなり活躍されてきてますし、ボクシングとかでも村田選手や井上選手だったりとかそういう活躍されてるから頑張られてるなっていうふうに思うんですけど、結構やっぱり自分陸上やってたものとしてはやっと最近桐生選手だったりとかがすごい頑張られてて9秒台って世界の切符を手に入れたっていう風におっしゃってたんですけど、世界陸上やっぱ楽しみにしてたんですけど、やっぱり準決勝とかでもう9秒台がほぼ全員準決勝でスタートするんですよね。だからなんかそういうやっぱ単純に陸上って走るスポーツなんで、もう歩数かける歩幅かけるピッチなんで陸上って本当に掛け算なんですよ。掛け算が単純にタイムに出るっていうだけで、やっぱりそうなってくると素早く速筋がついてて足の長い海外の人とかっていうのがどうしても有利に立ってくるっていうのが結構今まで現実であったんですけど、最近桐生選手とかサニブラウン選手とかがすごい躍動されてて、今後あと 2,3 年東京オリンピックとかでもどうなってくるのかなっていうふうには思うんですけど、すごいね日本のホームなので活躍は個人的にはすごい期待してます、でもやっぱりクリスチアーノはすごい体格に恵まれてますよね。なんかねサッカーやめても多分この人は一生何も困ることなく食べていけるんだなと思うと、やっぱり一芸はすごいいろんな可能性を生みますよね。サッカーがすごい上手くてでしかもハンサムでみたいな、一回なんかドッキリかなんかでクリスチアーノがカフェに行ったらサインなんか何分間か何時間か忘れたけど何回写真とか求められるのかみたいなことやってましたけど、すごいことになってましたからねやっぱり、だからクリスチアーノは一般に出れないっていう、その、ね、一般人が当たり前に過ごしてることをできないから、そこはちょっともしかしたらねかわいそうなのかもしれないですね。もしかしてねなんか大阪とか行っても金龍ラーメンとか絶対食べれないでしょ。クリスチアーノ金龍ラーメンっていうね大阪の難波に100店舗ぐらいあるラーメン屋さん、100店舗はないんですけどラーメン屋さんなんですけど、ご飯がおかわり自由とかでね高校生の空腹で成長真っ盛りな時にはもう持ってこいのねラーメンでね美味しいんですよ。でもそういうとこってやっぱねクリスチアーノ行かないじゃないですか、行けないじゃないですか。やっぱたこ焼きもね多分ねマネージャーとかが買わないとね買えないんですよ、食べれないんですよおそらく。でそういうところはなんか食べ歩きとかっていうのは大阪の文化とかっていうのはクリスチアーノもしかしたらできないのかなっていうのもあって、そこに関してはなんかちょっとかわいそうやなっていうのもありますけどね。まあ多分クリスチアーノは食べ歩きしたいなって思わないのかもしれないですけど、でもやっぱり
著名な方ね、それぞれそうですし、YouTuber でしたらヒカキンさんとかもそうですけど、やっぱりメガネを、トレードマークのメガネ外してもすぐバレる動画とかやっぱ上げられてましたし、やっぱね、こうイメージだったりとか、そういう街歩くこともできなくなってくる肩身の狭い思いをやっぱしていくのかなって思うと、やっぱクリスチアーノとかそういうワールドというか、こう世界で活躍してる人たちってすごい大変なんだろうなって思います。本人だけじゃなくて家族の方とか、そういった方々も写真撮られたりしますしね。ジャスティン・ビーバーさんとかもそうじゃないですか。だからやっぱり一芸はすごい巨額の富を与えるけど、その代わりに一般人としての生活というか、こうプライベートなライフラインをこう断たれてくるのかなっていうふうにはちょっと思いますけどね。っていうふうになんか喋ってる間に絵の方が完成しそうなんですけど、 CR7 っていう確かブランドもありますもんね。何でもできますよね、クリスチアーノ。香水とかつけたらバカ売れするやろうし、サッカーしたらうまいし、ファッションブランドみたいなのも立ち上げてるし、彼がサッカーボールに出会ってなかったら何してたんやろな。ピザの店員とかしてたんかな、ピザ配達とか。ポルトガルやから違うか。いや、すごいね、素敵な面白い方ですよね、クリスチアーノ・ロナウド。クリスチアーノ・ドス・サントス・アルス・サンドロ・ロナウドみたいな、そんな名前でしたっけ。確かそんなんですよね。っていう感じでクリスチアーノができました。これです、クリスチアーノ・ロナウドです。これですね、見えてるかな。はい、という形です。また次、新しい、著名人だったりとか映画の、主人公だったりとかを書いていきたいなと思ってますんで、またコメント何かありましたらぜひ、教えてください。お願いします。チャンネル登録とかあるんですよね。あればぜひお願いしたいですし、 Twitter とか、あとノートってサイトでお話提供してますんで、もしよろしければそちらもぜひ、覗いてみてください。それではまた、さよなら、さよなら、さよなら。